いやいや、もうね、ありがとう。いろいろと仕事をやってましてね。マツコちゃんのところに行ったりね、さんまさんに会ったりとかで、さんまさんっていう、ちょっとね、これ、かゆくなってくる。さんちゃんね、さんちゃん。ありがとうございます。それで、まあ、WBC ね。野球ね。私は、ジャイアンツファンなので、まあ、開幕日本もね、してますんで、全然行けてないの、いつも行ってますよ。会場行って、で、まあ、ドーム多いんですけど、行って、頑張れって。しかも、私の事務所最近、松田信弘さんも、一緒の事務所なんで、応援しているんですけれども、やっぱりここの国チャンネルはですね、オタニさんね、大谷翔平、今、ロス。やっぱり WBC、あまりにも、わーってね、盛り上がって、あんなに、こう、やらせなんじゃないかっていうぐらい、もう、ストーリーができてたんじゃないかっていうぐらいのね、素晴らしかったですよね。こんな名シーンが、こんなことあるんだっていうのの連発だったんで、毎日毎日面白かったんですけど、それで、オタニさんはですね、やっぱかっこいいですよね。で、今、私たちも、大きなお世話ですけど、大谷と結婚したいっていう人多いんですよ。で、私たちのようなもう、年配者は重婚。大谷の身になってみろ。重婚希望っていう、もう、不思議な現象が、我々、おばば軍団の中にも、こうね、メラメラと来るぐらい、やっぱ好青年だし、なんかね、やっぱいいですよね。で、大谷さんの、その、小さい頃からの、何年の時こうしたい、ね、何年になったら、WBC 出たいとか、ね、そういう年表みたいな中に、今年ぐらいに、もう男子、子供ね、男の子誕生って書いてあったんで、あ、これは大谷さんにしては年表通りに行ってないんじゃないかっていうことでね。まあ誰が相手みんな言うよね。誰がいい？で、まあ、ね、ダルビッシュさんもかっこいいし、よくね、やっぱりちょっとお兄さんだから。ねえ、ダルビッシュさん、いろいろと恋のアドバイスもあるかもわからないけど、もう、子供さんもいっぱいいてね。で、山本聖子さん、レスリングですよね。ね、すごい、もう、背が小さい。小さくもないのか。160、ダルビッシュすごい大きいもんね。あ、もう呼び捨てになっちゃってますけど、190、細かく書いてあったね。195.6。195でいいじゃないか。196でもいいじゃないかと思いますけど。で、30センチ差ぐらいなんですよ。ねえ、大きい男の人、小さい女の人好きですよね。小さい女の人、大きい男の人好きですよね。だからそういう風になってんのかなと思うと、オタニさんも、あんまりこう、いろんなものに引っかかってほしくないんですけど、勝手にね、小さい人が好きだとすると、小さい中で人気者誰だっていうと、まず田中みな実さん。綺麗ね。みんな好きでしょ？田中みな実さん。田中みな実さんが、飲み会にいるよって言ったらみんな来るよ、多分ね。でも36歳。どうですか？ね、もうアナウンサーさんもされて。綺麗。大人気。153センチ。小さいね。ね、もうちょっとスラッとして見えたけども。まあ、年齢的に、オタニさんより10歳上になりますから、10歳上じゃないな。大谷さんも28なのか。じゃ、8歳か。8歳ぐらいいいか。で、あとは、上白石萌音ちゃん。大人気ですよね。かわいい。ちっちゃい。152センチ。25歳。ちょうどいいかも。かわいいかも。ちょっと前歯が大きいってずるいですよね。コリス？コリスみたいな。リスだけでも可愛いのにコリス。いいよね。そういう風に言われてね。私なんかもう子供の時のあだ名はメスゴリラ。笑うがいいさ。152センチ。ね。
152センチ仲間としては、本当かなと思うけど、橋本環奈ちゃん、やっぱりダントツ人気ですよね。152センチ。年齢は24歳。いいんじゃない?大谷さんと4歳違い。やっぱ環奈ちゃんかな?今さ、やっぱり私たちの頃で言う、宮沢りえ級の、もう国民的な、もう絶対にこの人っていう感じがばらけたもんね。中ではでもやっぱり、橋本環奈ちゃんがちょっとリードかな、頭一つ。私なんかちょっと似てるって言われるから、広瀬すずちゃん応援してますけど、似てねー。すずちゃんも24歳。すずちゃんってさ、ずいぶん前から活躍してるんだね、じゃあね。まだ24歳なのかね。158センチ。いいかなー。ハキハキしてるしねー。あれ、すずちゃん好きだなー。どうでしょう。このあたりが小さい中での私のおすすめ。で、ちょっと、チャーニさんもお年頃ですから、恋の噂を聞きつけましたら、バレーボールの方、ちょっと噂があったらしいですね。うん、でも噂だっつう話で、そうなってくると、じゃあバレーボールが好きなのかってなると、大林素子さん。さっき小さいチームね、今度大きいチームで言うと、大林素子さんは184センチ。でかい。大谷さんが193センチだから。ね。でもね、大林ね、仲いいんだけど、184センチ嘘ついてます。絶対。もっと大きい。会うと2メートルぐらいに感じる。恐竜みたいな。しかも年齢が、ちょっと大谷さんのお母さんぐらいですから。ダメですね。可愛いよ。大林素子ちゃんは可愛いですけども、違いますね。年齢で合う感じで探していきたいんだけどな。でも、でっかいのかっこいいよね。でっかい人同士。七尾かっこよくない？七尾172センチ。足長いしね。七尾なの？七尾？わかんないけど。でも35歳か。松下奈緒ちゃんもちょっと品があって、ピアノね、上手でいいなと思うけど、174センチ。大きいね。でも、年齢がやっぱり。37歳ともなるとね、ちょっと言ってっかな。私の大好きな、綾瀬はるかさん。37歳。意外と言っちゃったね、166センチ。このあたりかな。中条あやみちゃんとかもちょっと綺麗ですけども。ミーシャをね、国民的って言うと、ミーシャとかをしたいんだけども、44歳。154センチ、ちっちゃいチーム。ああ、なかなかね。どうしてるんでしょうね。もう真面目だから、大谷さん、恋の噂。一回ぐらいなんかあってもいいなと思いますけど、こうなってくると、もう練習練習、真面目でこう言ってるんだったらば、先輩か、何かお友達からのご紹介のお見合い、合コンみたいなのじゃないと、知り合えないかもわかんないですね。例えばマウンドに立った、あるいはバッターボックスねいる時でも、もう世界中が大谷さんのこと好きなんじゃないって思うぐらい、外国のね、あるいは外国っていうこともあるのか。いやー、なんか大谷さんは日本人同士の結婚のような気がするけどな。大きなお世話ですね。こうやって喋って言いながらも重婚希望の方に入ってますんでね。ひで。じゃあ一応まとめさせていただくと、橋本環奈ちゃんが一番人気だけれども、ジャイアンツの始球式もされましたけれども、広瀬すずちゃんで行きます、私は。大谷翔平さんと広瀬すずさんで押させていただきたいと思います。以上です。お世話でも本当人気あるもんな。あるその世界大会だってみんなの WBC の時は相手の人たちも塁に出たさ、大谷さんにも寄ってって話しかけたい、それから練習に出てくるとみんなが見に来る、こんな人いないですよね。すごいな。投げたことあります？あるよね、ボールぐらいね。ただ本当にスローモーションでピッチャーがこう
投げたところってこう見るたんびに体中をこうやってるじゃないですか。だからもうこういうところもう筋肉とか筋とかがビルンビルンになっちゃうと思うんだけどね。それなのに打っているスーパースターです。恋の行方めっちゃ気になる。まあ知り合えたらね、私がちょっとおせっかいでいろいろと紹介してあげるのにな、なんて、いらねえいらねえ思います。以上です。じゃあ、モノマネをしてね終わりましょう。ヌートバーも人気、ヌートバー選手も大人気でしたよね。じゃあヌートバーさんがあのエンジン組んで最高っていうあれいきましょう。頑張りました最高。重婚希望です。じゃあねー。